こんにちは、ベルネスキッチンの関口彩子です。今回は皆さんもよくご存知のオリーブオイルの最新情報と嬉しい3つの効果をご紹介したいと思います。最新の報告ではオリーブオイルが脳の若返りに非常に役立つことが分かっています。結論を言えば1日大さじ1杯の良質なオリーブオイルを摂ることがおすすめなんですが、ぜひその訳も知っていただきたいんですね。というのは油を制すれば健康を制すると言っても過言ではないくらい、油は種類やタイプによって全く性質が異なります。良い油は健康や若返りに役立ちますが、逆に取らない方がいい油は老化や病気の原因にもなるという側面をぜひ知っていただきたいんですね。美味しく食べて健康になる正しい油の取り方をしっかりお伝えしてまいりますので、ぜひ最後までご覧になってください。ベルネスキッチンでは食から始めるアンチエイジングをテーマに、心も体も元気になる情報を続々と配信していきます。ぜひチャンネル登録してくださいね。実は私は油に関する本をいろいろと手がけているんですけれども、油ってね、本当に種類がたくさんあるんですよ。植物性の油というと健康にいいイメージがあるかもしれませんが、使い方次第では老化の原因になったり、アトピーや花粉症などのアレルギー、肥満、がん、動脈硬化など様々な弊害になる側面もあります。油は古くなったり加熱によって酸化することで過酸化脂質という毒素を生じたり、植物油のほとんどに含まれるリノール酸の摂りすぎによって体内のボヤと言われる炎症を引き起こします。さらに油を加工する過程で生じるトランス脂肪酸も挙げられます。なので普段ご家庭で使う油はできるだけ良質で鮮度の良いもの、そして加熱により酸化しづらい油をお使いになることをお勧めしています。今回のテーマでもあるオリーブオイルがなぜおすすめなのか、3つの嬉しい理由と合わせてお話ししてまいります。1つ目、オリーブオイルには熱で酸化しづらいオレイン酸を多く含みます。一方リノール酸が少ないので体内のボヤと言われる炎症を防ぎます。普段のお料理に安心してお使いいただける油です。2つ目、血管老化を防ぐ。ギリシャやイタリア、スペインなど地中海沿岸の地域は心臓病による死亡率が世界一低いと報告され、ここで注目されたのがオリーブオイルでした。オリーブオイルに多く含まれるオレイン酸は動脈硬化を予防して心筋梗塞、脳梗塞、高血圧など生活習慣病の予防に役立つことが分かっています。3つ目、脳の老化を防ぐ。最新の報告ではオリーブオイルが認知症予防に大きく役立つことが分かってきました。脳の炎症を抑えるオレオカンタールという成分や脳内に蓄積する原因物質であるアミロイド β の除去にも役立ちます。その他にも若返りのビタミン E に加え、さらに優れた抗酸化力を持つヒドロキシ、チロソールが発見されたり、独特の緑色の成分クロロフィル、数々のポリフェノールの相互作用によって強力な抗酸化作用となり、血管や脳をはじめ美と健康に役立ちます。抗酸化、抗炎症、解毒のためには良質な油を摂ることが本当に大切だと思っています。体内の炎症には油が大きく影響しているため、市販のお惣菜や加工品は仕方ないとして、ご家庭で使う油は炎症を防ぐ油に置き換えてほしいと思います。繰り返しになりますが、熱で酸化しやすいリノール酸を減らすためにオレイン酸が多いオリーブオイルはおすすめです。米油やアボカドオイル、カメリナオイルなどもオレイン酸が多いので調理にはおすすめの油です。普段お使いの油の一部を高い抗酸化力を持つエキストラバージンオリーブオイルに変えていただくことから、ぜひ始めていただきたいと思います。日本で一般的に売られているオリーブオイルはエキストラバージンオリーブオイルとピュアオリーブオイルに分けられます。
今までお話ししてきた素晴らしい有効成分はエキストラバージンオリーブオイルに含まれる成分です。世界には数多くの油が存在していますが、オリーブオイルほど厳しく規格の決まっている油はなく、オリーブオイルには IOC という国際機関が定める基準があります。世界基準のエキストラバージンオリーブオイルとは、オリーブの実だけを絞ってろ過したもののうち酸度、これは酸化している割合ですね、酸度 0.8% 以下で成分や香り、風味などが基準を満たしている特に良質なオイルのことを言います。残念ながら日本では IOC に加入していないので、酸度 2.0% 以下であればエキストラバージンオリーブオイルを名乗ることができてしまうんですね。日本で売られているほとんどのオリーブオイルが偽物だと言われてしまうのはそのような理由からだそうです。できるだけ良い油を選ぶ基準としては、鮮度の良さを示す酸度と製法を確認してください。オリーブオイルは品種や収穫時期、収穫した地域によって味や風味が大きく変わるので、良い材料を使った製品は風味を生かすためにもコールドプレスという低温圧搾法で絞ります。そういう製法で絞られた鮮度の高いオイルには素晴らしい健康成分も豊富に含まれます。そのあたりをラベルで確認されるといいと思います。今回は私のお墨付きの絶品オリーブオイルをご紹介させていただきます。こちらインナルオリーバという 100% スペイン産オリーブを絞ったオイルなんですね。なんとこのオイルの酸度は 0.1%、 奇跡のオリーブオイルと言われています。オリーブの実を摘んでから12時間以内に搾油しているので、搾りたてのフレッシュな美味しさが楽しめます。原料のオリーブは無農薬でコールドプレス製法で低温搾油されていますので、とにかく香りと味わいが最高なんです。スペインの一流ホテルやレストランでも選ばれている最高品質のオリーブオイルということで、ぜひこの美味しさ楽しんでいただきたいと思います。ご興味のある方は概要欄とコメント欄に商品のリンクを貼っておきますので、ぜひそちらからチェックをしてみてください。オリーブオイルの素晴らしい健康効果をお伝えしたところで、早速フレッシュなオリーブオイルを楽しんでいただけるレシピをご紹介したいと思います。サラダやパスタなどオリーブオイルの料理は様々ですが、今回は美味しいフレッシュなオリーブオイルを存分に楽しんでいただけるとっても簡単なレシピをご紹介したいと思います。一品目は豆腐とトマトの和え物になります。お豆腐の和え物にオリーブオイルって意外かもしれませんが、いつものお豆腐がモッツァレラチーズのようなフレッシュな味わいで召し上がっていただけるレシピです。材料、トマトとお豆腐、そして何か薬味ですね。今回は貝割れですけれども、大葉とかネギとかお好みのものご用意ください。味付けはオリーブオイルとお塩だけです。お豆腐はキッチンペーパーに包んで軽く水を切っておきます。トマトは食べやすい大きさにカットします。余分な水分を抑えたお豆腐です。お豆腐はフォークなどで軽く潰してほぐしておきます。軽くフレーク状になれば大丈夫です。トマトが入ります。オリーブオイルが適量です。お塩も適量です。薬味が入ります。あとはさっくりと混ぜて器に盛り付ければ完成です。続いておそうめんのアレンジレシピなんですけれども、こちらももういつものそうめんとは別物です。絶品の麺ものメニューです。材料はそうめん、そしてしらすと、あと薬味ですね。また貝割れ使いますけれども、大葉とかネギとかお好みのものをご用意ください。そして白だしです。なければ麺つゆでもいいし、お醤油でもいいです。ちょっとね、しらすにも塩分がありますので、少しプラスしてあげるというような感じでご用意ください。あとはフレッシュな美味しいオリーブオイルをお好みでかけていきます。そうめんまず茹でていきます。熱湯にそうめんを入れていきます。もうそうめんはね、意外と細いので早いんですよ。
でもうね、沸騰させて火を止めて、でこのまま5分程度放置します。あとはよーく水洗いしてぬめりを取っていただければ美味しく仕上がりますのでね、ぜひそんな風に試してみてください。もうしらすの量はね、お好みで乗せてみてください。私は結構ね、しらす大好きなんでちょっと多めに乗せています。はい、最後に薬味です。刻んだみょうがとかね、おろした生姜なんかを添えていただいてもいいと思います。仕上げに白だしです。オリーブオイルをかけていきます。フレッシュな美味しいオリーブオイルを使って2つレシピご紹介しました。ちょっとお味見をしてみたいと思います。立ったままで失礼いたします。まずトマトとお豆腐の和え物の方からいただいてみたいと思います。このね、お豆腐に美味しいオリーブオイルをかけるとフレッシュチーズのようなね、味わいに変わるんですよ。いただきます。ただのお豆腐とトマトなんですけれども、フルーティーで香り豊かなオリーブオイルをかけるだけで全くいつもの味とは違います。オリーブオイルの底力を感じます。本当にフレッシュ。はい、それでは次にこちらのしらすのおそうめんですね。もうこちらはね、本当にシンプルなので、ダイレクトにね、このオリーブオイルの味わいがわかると思うんですよね。まるでパスタのような感じです。このレシピ、ただ茹でたおそうめんに白だしとオリーブオイルとしらす乗せただけなんですけれども、これなんだろう、高級レストランで出される冷製パスタみたいです。本当に感動の味です。これはね、ぜひ試していただきたいレシピです。まあ、もちろん美味しいオリーブオイルをね、使うというのもポイントなんですけれども、こちらのオリーブオイル、ピリッとしたスパイシーな味わいと、まあ、フルーティーなね、もう芳醇な香りと両方持ち合わせているので、ぜひね、この味わい体験していただきたいと思います。今回は良質な油を取ることの大切さをお話しいたしました。気がつかないうちに、いろいろな調理品や加工食品を通じてリノール酸過剰になったり、酸化した油が体に侵入してきます。だからといってそれを全部排除するというのはちょっと現実的ではありませんよね。そこでご家庭で使う油をなるべく良質な油にすること、ぜひ大さじ1杯程度の良質なエキストラバージンオリーブオイルを取り入れてみてはいかがでしょうか。フレッシュで美味しいオリーブオイルを楽しみながら美と健康にお役立てください。今回ご紹介したとびきりフレッシュなインダルオリーバもぜひチェックしてみてください。概要欄にレシピの方も書いてありますので、ぜひ合わせてご覧ください。最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた別の動画でお会いしましょう。